はい、こんにちは。今日はですね、日米情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。日米関係といえば、安倍政権時代に日米同盟はかつてないほど強固なものとなりまして、そうした安倍元首相の地球儀を俯瞰する外交、そして日米同盟強化という外交安全保障政策は非常に評価されていると思います。そしてこのチャンネルでも、そうした安倍政権の外交安全保障政策というものは一貫して支持してまいりました。しかし現状、岸田政権の対米姿勢、そして対中姿勢というものが大きく問われている現状があると思います。まずはニュースを読んでまいります。産経新聞ですが、首相臨時国会前の訪米見送り。岸田首相は12月6日に召集予定の臨時国会前の訪米を見送る方針を固めた。バイデン米政権は大型歳出法案をめぐる与党内対立などの対応に追われており、日程調整が難航した。日本側は年末年始の訪米に向け、アメリカ側と協議を続ける。複数の日本政府関係者が11月24日明らかにした。首相は11月イギリスで開かれた国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議に出席した際、バイデン大統領と短時間会い、早期に正式な会談を行う方針で一致。年内にも訪米したいとの意向を示していた。このように報道されております。ですので、そうした雰囲気、情勢があった中、岸田首相が12月6日の召集予定の臨時国会前の訪米を見送る方針を固めたというのは、ある種ですね、安倍菅両政権で培われてきた緊密な日米関係ということを考えると、今回の岸田首相の訪米見送りというのは、異例なように見えます。で、日本政府はですね、日米同盟は日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定のために不可欠な基礎と位置づけております。で、こうした日米同盟の強化をしてきた安倍政権ですよね、安倍政権の功績は非常に大きいと思います。そしてそれを継承した菅政権の方針、こうしたことは日本国内、そして国際的にも、そしてアメリカからも評価されているということがあると思います。しかしここへ来て、岸田政権の日米同盟に対する姿勢が問われているように見えます。と言いますのは、この米中情勢という情勢の中において、アメリカバイデン政権が示している対中国への姿勢ということと、岸田政権が示している対中姿勢というのが、ことごとく異なっているように見えるということがあると思います。例えばですね、 BBC ですが、バイデン米大統領、北京五輪の外交的ボイコットを検討。バイデン大統領が11月18日北京の冬季オリンピックをアメリカが外交的にボイコットすることを検討していると述べたニュースが報道されましたが、そうした中、岸田首相は11月19日、アメリカが北京冬季五輪の外交的ボイコットを検討していることについて、それぞれの国で立場があり考えがある。日本は日本の立場で物事を考えていきたいと述べました。バイデン大統領が11月18日に外交的ボイコットを検討すると述べて、その後すぐにですね、岸田首相が11月19日、日本は日本の立場で物事を考えていきたいと述べている。このことだけでも、バイデン政権から見れば、岸田政権に対しまして、対中姿勢ということに関しまして、日本はアメリカと足並みを揃えないのではないか、そうした疑念を持っても仕方ないように見えます。また岸田政権は、日本版マグニツキー法の制定を当面見送る方針といったことも報じられまして、人権問題などに関しても、アメリカと歩調を合わせていないように見えると思います。で、こうした岸田政権の姿勢に欧米各国の理解が得られるかというのは非常に不透明だと思います。で、現状バイデン政権では、皆さんもご存知のように、基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守ることは非常に重要であるとする観点から、ウイグルや香港などの人権問題の解決を訴え、同盟国や友好国に足並みの一致を求めているということがあると思います。ですので、バイデン政権としては、こうした岸田政権の動きは看過できないものであると思います。ですので、こうしたことから、バイデン政権が、岸田政権はアメリカや、つまり同盟国や友好国と対中姿勢ということに関しまして、歩調を合わせないつもりなのではないかと、不信感を抱いている可能性は大きいように見えます。で、その後ですね、岸田首相自身が、地元広島の日本中国友好協会、日中友好協会会長を務めていることが分かったと報道されました。で、こうした経緯の中、林外相の起用ということがありました。で、このことに関しましては、皆さんもご存知のように、現状の米中情勢という世界情勢において、政界屈指の親中派と知られる林氏をですね、外相に起用するのは
アメリカや世界にある種ですね、誤ったメッセージを送る可能性があるのではないかと自民党内から懸念の声があったというのは事実だと思います。そしてそうした中、林外相は BS 朝日の番組で中国を訪問して対面での外相会談を調整していく考えを示しました。こうした林外務大臣の訪中招待発言をめぐり、自民党からは佐藤外交部会長が11月24日林外相が中国側から訪中するよう招待を受けていることについて、訪中は完璧に間違ったメッセージを海外に出すことに他ならないと述べ、政府に慎重な対応を求めたという経緯がありました。でこうした中、日本政府はですね、訪中要請で政府引き消し何ら決まっていないということで、林外相は11月24日の記者会見で現時点でまだ何ら決まっていないと述べまして、松野官房長官も調整も行っていないと強調しました。しかしですね、この政府のですね、何ら決まっていないですとか調整も行っていないといった対応は、林大臣が BS の番組で述べた訪中の調整をしていくこと自体を否定しているものではないというふうにも見えまして、まだその訪中の調整を行う可能性というのは残っているように見えます。またテニス選手の安否問題でも、バイデン政権がですね、サキ米大統領報道官が11月19日の記者会見で、中国の有名女子プロテニス選手彭帥さんが消息不明になっている問題で深刻な懸念を表明した。その上で彭さんの所在について中立的かつ検証可能な証拠を示すよう中国政府に求めた、このような報道がありました。でこうした中ですね、林外務大臣は、林外相は11月21日のフジテレビ番組で、女子テニス選手の彭帥さんが安否不明となっている問題について注視をしているが、何か具体的な検討を開始したわけではまだないと述べた、このように報道されておりました。ですのでこうした一連のですね、ニュースを俯瞰的に見てまいりますと、岸田政権の対応はことごとくアメリカバイデン政権とはある種ですね、反対と言いますか、結果としてアメリカと足並みを揃えていないように見えます。こうした中ですね、バイデン政権が岸田政権は安倍菅政権とはまるで違うと認識し、岸田政権の外交姿勢、特に対中姿勢、そうしたものにアメリカバイデン政権が不信感を募らせても不思議ではない情勢に見えます。岸田政権のこの対中姿勢とアメリカへの対応、これはですね、ある種二股外交というふうな批判を受けても仕方ないように見えまして、こうした外交のあり方というのは日米同盟の信頼が失われる可能性があるようにも見えます。で現状の米中情勢、世界情勢ということを考えれば、日本の立場、日本政府の立場としては、日本、アメリカ、台湾の連携、クアッドの連携、こうしたことは非常に重要でありまして、もし岸田政権が言葉だけではない行動の伴った日米同盟重視、日米台湾の連携の重視、そしてクアッド諸国の連携の重要性ということを毅然と示し、対中姿勢ということにおいてバイデン政権、アメリカ政界と足並みを揃えるという姿勢を毅然と示していたならば、バイデン大統領は本当に必要ならばどんなに忙しくても日本の首相と会うということはあると思います。しかし今回日米首脳会談は見送りとなっております。ですのでバイデン政権としては、岸田政権とバイデン政権の対中姿勢など、そうしたことに関する外交姿勢が一致していないと判断し、そうした中岸田首相の訪米の目的がはっきりしないというふうにですね、判断し、まあ、ある種ですね、忙しい中時間を作って会うメリットがないと判断した可能性もあるように見えます。特にですね、アメリカのバイデン政権は12月の民主主義サミットに台湾を招待しているということがあります。でこのですね、バイデン政権が12月9日10日オンライン形式で開催する民主主義サミットに台湾を招待したというのは、事実上台湾の国家承認の場となるという見方もあると一部報道されておりまして、拓殖大学海外事情研究所の川上教授は、民主主義サミットは事実上台湾を国家として承認する場になりそうだ、中国が台湾侵攻を見据えた軍事的圧力を強める中、アメリカが堂々と向かい合ったことで一触即発の危機が増した、台湾有事は沖縄有事、日本有事に直結する、岸田政権は台湾有事に備えて日米同盟を強化するとともに、あらゆる対策を本気になり覚悟を持って講じるべきだと語っている、このような指摘報道もあります。そうした中、日本はですね、アメリカ台湾の連携ということに足並みを揃えて、日米台湾の連携の重要性ということを日本政府としても示すということが非常に重要になってきていると思いますけれども、こうした中岸田政権の外交姿勢というのは、アメリカバイデン政権から見れば中国に傾斜しているのではないかというふうに見えても仕方ないように見えます。
そればかりか今回12月6日に召集予定の臨時国会前の訪米を見送る方針となったということは、バイデン政権が岸田政権を安倍菅両政権とは違い親中派政権として不信感を募らせ牽制している可能性があるように見えます。岸田政権は今後日本の外交安全保障の基軸である日米同盟とどう向き合っていくつもりなのか、旧民主党政権の鳩山政権時代と同じ過ちを繰り返す可能性もあるように見えます。中国事情に詳しい評論家の関平氏は、岸田政権は歴史の教訓を学んでいない、天安門事件で欧米諸国から経済制裁を受けていた中国に親中姿勢を示した宮沢政権と同じ道を歩んでいる、安倍菅両政権で日本とアメリカ、オーストラリア、インドによる戦略的枠組み、クワッドなど着実な成果を上げてきたが、これまで築き上げてきたものを無駄にしかねない、林氏が訪中すれば外交的ボイコット、まあこれは北京五輪のことですね、などできるはずもない、世界から人権問題で厳しい立場にある中国にチャンスを与えるだけだと指摘した。このような指摘報道もあります。安倍政権の外交的なレガシーの信頼も揺るがしかえない岸田政権の対米対中姿勢、安倍高市路線の外交安全保障政策が非常に重要性を増す中、今後安倍派の動きなどに注目が集まっていると思います。ありがとうございました。